おもちゃ。それは誰もが一度は手にするもの。この世界にはさまざまなおもちゃが存在する。しかしその開発状況が語られることは少ない。この番組はそんなおもちゃの開発にスポットを当て、開発者の思いに迫る。今回お話を伺うのは、ウルトラマントリガーの玩具開発を担当しております株式会社バンダイの中野と申します。よろしくお願いいたします。さて、今回お話をお伺いするのはこのアイテム。いよいよウルトラマントリガーが新しい姿に最強パワーアップするということで、それぞれ専用のキーとグリッタートリガーの専用武器を使って戦う、この2つのアイテムが新しく登場します。グリッタートリガーエタニティキー。これまで登場したガッツハイパーキーとは異なった有機的なフォルムになっている。それではこちらのグリッタートリガーエタニティキーの遊び方をご説明します。通常のガッツハイパーキーと同様に操作はこのボタンを使って行います。最初にボタンを1回押すと、はい、このような形でグリッターキーの出現音が鳴ります。そしてもう1回押すと、はい、このキーの起動音が流れます。通常のガッツハイパーキーと同様にこのボタンを長押しすることでサウンドモードに切り替わりまして、このガッツハイパーキー単体でも変身音やグリッタートリガーエタニティの効果音を楽しんで遊ぶことができます。ではこのデラックスガッツスパークレンスとの連動遊びをやっていきたいと思います。番組の中と同じようにこのガッツスパークレンスのスパークレンスモードの状態でキーを挿していきます。ガッツハイパーキーをハイパーキーモードにしてボタンを1回押すとキーの出現音、そして2回目に押すとキーの起動音が鳴りますので、その状態でスパークレンスにセットします。すると変身待機音が流れますので、その状態でこのトリガーを引くと、はい、このような形でグリッタートリガーエタニティの変身音が楽しめます。はい、変身後にトリガーを引くことでハンドスラッシュ光線やグリッターブレードの起動音、グリッターゼペリオン光線の音も鳴らして遊ぶことができます。さらにサークルアームズと組み合わせると、これは玩具オリジナルの遊びになるんですけど、セットすると、はい、グリッターという音が鳴って、グリッターゼペリオンソードフィニッシュとか、3モードそれぞれの必殺技遊びができるようになっています。そしてもう一つのパワーアップアイテムがグリッターブレード。3つのクリスタルが印象的なアイテムだ。この武器もですね、サークルアームズとはまた違ったアクションをするための専用武器。このグリッターブレードなんですけれども、この持ち手のところにボタンがついているのと、ここの中央の部分にクリスタルが3つついているので、ここを回しながら遊ぶおもちゃになっています。で、何もしない状態で電源を入れてすぐこのボタンのところを押すと、といった形で2種類の斬撃音が流れます。またこのクリスタルを使って3つの色の中からぐるっと回して技を選ぶことで特殊攻撃遊びができるおもちゃになってます。で、今もやっているようにクリスタルを回すと、その選んだ色に合わせた形でここのブレードの部分が光るっていうのがギミックになってまして、
例えばこの赤のクリスタルを選んだときはパワーフォトンとなって、この灯芯が赤く光り、選んだ後にこのボタンを押すことでこのパワーフォトン専用の攻撃音が鳴るというものになっています。そしてもう一つ大きなポイントが、必殺技遊びができますと、このボタンを長押しします。そうすると、この待機メロディーが流れ始めまして、この灯芯が点滅し始めます。この状態で、必殺技発動待機状態になってますので、この状態でもこのクリスタルを回して、どのタイプの技を選ぶかによって待機音と発動する音声が変わっていきます。今の、赤いクリスタルが下に向いている状態だと、パワータイプの必殺技になりますので、この状態でトリガーを押すと、エタニティボンバーという技が発動して、この灯芯が赤中心にきらびやかに光っていくと、こういった形で選んだクリスタルごとに技が切り替わって、3つの中技と3つの必殺技がこれ1つで単体で遊べるというのが、このグリッターブレードのコンセプトになります。そのこだわりの開発現場に迫る第4回。下に1枚板を挟んでいて、今回はグリッタートリガーエタニティの専用アイテムに込められたこだわりに迫る。トリガーの世界観にいかにマッチさせていくか、グリッターだからこそ光の剣。つぶらやイマジネーションでは開発秘話をふんだんに盛り込んだ完全版をお届け。開発の裏側に込められたおもちゃの真髄を刮目せよ。